M696 ハンドルをですね、ディライトのすごいアップのハンドルがついてたんですよ、ね、で、あ、まだね名言語してないですよ、うちの名義でね、はい、そうしないとねいろんな整備できないんで、はい、でちょっとねこれでやらせていただいてるわけでございますが、これ逆ネジだマジか、そうか逆ネジか、これはいいんだな。そう、それでですね、アイラさんね、アイラさんのハンドルにされたんですけど、案の定というかね低くなったんでぶつかっちゃうんですよ、ここにハンドルスイッチがね、そう当たるんですよ、うん、で純正はここにちょうどうまいことね逃げるようになってるんですけど、それをアップ少しでもアップしてしたり、なんだりっていうと当たるんですよね、はい、なので、まあ、どうしたらいいかというとハンドル切り角を少なくする、うん、で少なくしようと思ってね、こう調整これついてるじゃないですか、これドカティね、これでこれがハンドルロックにぶつかってフレームにぶつかってハンドルロックになるってですね、ハンドルロックって言わないのかな、なんていうんですかね、フレームのストッパーかハンドルストッパーになるんですけど、で反対側とりあえず調整してね、あこれぐらいあとロックナットして締めようと思ってやったら折れちゃいましたそう折れた、こっからこうかそうだって、そうネジフック塗ってあるからね、確かにね、うん、それでもあるんですよ、うん、でダメにしちゃったから、ナットボルトをねちょっと持ってきたんですけど、逆ネジだった、逆ネジ使えないや、とりあえず何かしらで止めないとまずいじゃないですかね、嫌な予感はしたんです、いわゆるそのなんていうんですか、もしかしたらぶつかるんじゃないかな、ぶつかりますよね、ちょうどこの辺にぶつかるね、だからハンドル切り角を殺してちょっとしか切れないようにしてあげればね、とりあえず使えるということですよね、でこの、もうあれは使えないからネジはもうね使うあれがないから、ちょっと早く緩めてねやります、はい、ね、こんな感じでねやらせていただいてるわけですよ、いろいろとね、そうかネジロック塗ったのね、でも折れなくてもね簡単にね、基本的には動かさないようになってるんですか、ね、そういうことですよね多分ね、やらないわかりました、であとねこれねこうなってるでしょ、六角が切ってあるじゃないですか、でこの大きさじゃないですか、だからこれがこっちからここ傷になるのどんどんねへこんでくるんですよね、ガーンってやってるとね、優しくしなきゃとかっていう、優しくしイタリアはね、でこれ入れて、ね、でこれちょっと切って、どうですか、あこれぐらいだね、ちょうどいいじゃないですか、バッチリだ、バッチリ、これで固定してあげればいいよ、ああダメだ、ハンドル切れねえ、向こうがぶつかる、やっべえ。ストップ、これぐらいのボルトの方がきっちり止まっていいんじゃないですかね、うん、これギリギリ上がらないね、ギリギリだ、切れ角がだいぶ減りましたけどね、もしかしたらアップにしたからより切れるようにしてあったのかもしれないですね、はい、そうだからこのハンドルが来るっていうのが下旬だっていう話だったんで、カスモさんなんか在庫ないみたいでねで、あのうちでね、いやでもいやだからほら名言語しちゃうとほらうちできなくなっちゃうから持ってかなきゃいけないじゃないですか、でやっぱりこういう作業だとすごい時間かかるのでつくつかないっていうことになってくるんでね、うん、だからちゃんとほらそこで完了しなきゃいけないんでね、だからあれです、そういうことになってます、はい、そしたらまた起きたチャンスと付け替えてね、あとフレームスライダーもね、確信犯だな、いやいや名義落としだったんでやっていいわけだから不思議だねこれね、でこれシャフト前にねアイラのなんかやった記憶ありますけど、なんか長さが合わなくてどうのこうのってあったような気がするんですよね、気のせいかな、これ面白いですね、こっちはなんか穴開
開いてるのにこっちは開いてないよ。じゃあ中空でわけじゃないね。この何ために開けてあるんだろう。なんだね。これもねできないんですよ。あ、逆ネジなんだ片方ね。そうだ、片方逆ネジなんだ。そういうことでしょ。違う。あ、違う、そういうことじゃないの。どういうこと？右と左で違うのかな、ね、本当に分かんないことだらけですよ、ね、なんで 今入らなかったんだろう。はい、関係ないですよ。ほら、これフレエンジンマウントボルト兼ねてるんですけど、僕リス塗ってね、いいですか。ノーマル塗ってないですよ、多分ね。ドカティは塗ってますかね、分かんない。ドカティの新車とか触ることないじゃないですか。これも中古だからね、どうなっていくか分かんないですもんね。でも普通外さないですけどね、一回も外してないから。これね、これつけといたんですよ、これ。これちょうどうちにあったから STM のね、不要になりましたね。さて、そんな感じですね。ハンドルとしてはね、このディライトさんのハンドルアルミでしょ、ほらアルミハンドルで、しかもこのねバーエンドもアルミのね削り出しなんですよ。アイラさんのはね鉄のメッキハンドルで、樹脂のこうエンドなんですよ。値段が違う。多分かなり違う。明細入ってましたけど、これ5000円、なんか6000円ぐらいしかしないですよ、ハンドルね。安いですよね。安いなと思ったね。あ、鉄メッキだと思って。で一方ね、ディライトさんのいくらするんですか、ね、結構するんじゃないですか ね。さて、そんなねあれはほどほどで、そろそろもういやぶつかるねーなんてね。銀にかすってるか、ね、もう少しインに入れなきゃだな、インに、ね、さて、そんな感じで、 あれですよね、やっぱりあのドカティというとね、あのブランドでね、カスタムパーツアイラっていうのあるじゃないですか、ね、カスノ、カスノさんでいいですか、カスノさんね、はい、だって世界的に有名なんですよね。すごいですよね。で一方、あの BMW というのね、佐々木スポーツクラブさんね、はい、鈴鹿のね、少しなんかよくしてもらって、一回よくしてもらったことがあるから、よくしてもらったわけじゃないかな、あのこうこうこうで、あ、大丈夫ですよ、すぐお願いしますからって、すぐ出してくれ、あ、親切と思って、そうするとね、あれですよね、何でもそうですよ ね親切に急いで、そうするとほら私みたいに単純だと、あ、親切だからいい人だと思っちゃう、いいとこだと思っちゃうじゃないですか。それでね、そういうもんなんですよね、そういう簡単なねあれでね、はい、さてそんなところで、ちょっとモンスターをね早くやって、で全部やることやったら名義変更してどうですっていう、これですよ、グッド、問題なしってね、ノープロブレムということで、よろしいですか。大丈夫、大丈夫ですよね、はい。いや、それはダメなんじゃないかという人言ってますよね。でもね、大丈夫みたいです。今どうなんですかって決まっちゃうみたいなんですよ。そう、それで決まるみたいなんでね。今名義が誰なの。